給食2軒に雨戸が2枚じゃ、まして言わんや朝から晩まで周りどころか百色メガネか猫の目玉じゃ七面鳥じゃと泣いて笑いつくるくるちらちら千変万化の秘術を尽くす人の心のその正体がどんな姿の形のものやら、それが通してくる歌ものやら、酒屋の半七さんではないが、どこにどうしてござろうものやら、ただの一つも分かっていませぬ。それが証拠は何より目の前、今の精神病科の書物に並び並んだ病気の名前じゃ。そんな書物を作った学者が何が何やら分からぬまんまに、ざっと患者の上面眺めて身振りそぶりを引き当て目当てに、つけもつけたり素人魂じゃ色気違いが色情狂だよ。人を殺せば殺人狂です。舞踏狂なら踊りを踊るの、放火狂ならこけびをするのと、何の科学で調べたことかや、分かりきったる名前の付け方、医者でなくとも誰でも付けます。凝り上語やあの泣き上語、笑い上語に後引き上語、はしご上語と世間の人が酔うた姿を見かけの通りに名前つけると同じ言うじゃ。これで診察できるが奇妙じゃ。チャカラカチャカ。